唐津市で2018年から2年連続浸水被害を受けたトマト農家の男性が独自の水害対策を行っています。水害を防ぐのではなく共存するという発想の転換から生まれた栽培方法とは。唐津市にある石地地区です。この地域では大雨の時、隣を流れている徳津川にうまく水がはけられず内水氾濫が相次いでいます。しかしこの地域である水害対策に取り組む農家がいるんです。唐津市の石地地区でフルーツトマトを栽培している吉田明則さん44歳。就農してわずか2年、2018年から2年連続で浸水被害を受けました。あちらの方から徐々にこう水が溜まっていって、もうこの田んぼの区画が全くわからないぐらい、もう一面こう湖みたいな状態でずっとこちらに来て、こっちのハウスもずっと浸水していくっていうことですね。水位がだいたいこのぐらいまでの水位が浸かるっていうことですね。およそ2000平方メートルのハウスは15センチほど浸水。根腐れなどで枯れてしまい、6割以上の苗を廃棄したといいます。10年に一度の大雨の時に当たったんだっていうことで、次の年を迎えて、また次の年も被災した時にはやっぱりさすがにどうしようと。まだ企業体力もないうちに水害なので、もう本当にやめないといけないのかなっていうぐらいのところになりますよね。そこで吉田さんは被害を食い止めようと独自の対策を行っています。この栽培方法は特徴的にほぼ全ての部材が発泡スチロールでできているんですけども、なんで発泡スチロールにしたかというと、簡単に浮くようなシステムになっています。全国的にも珍しい浮かせる水害対策。その大きな特徴は栽培用の土台にありました。持ち上げてみてください。すごく軽いので。うわ、本当だ。簡単に持ち上がりますね。1キロないぐらいの重さになっているので、すごく簡単に持ち上げることができます。吉田さんは土台に発泡スチロールを活用し、土をヤシ殻に変えることで軽量化を実現しました。15センチ以上浸水すると柱の一部は簡単に取れて、土台が浮く仕組みとなっています。また上から吊るされた紐で苗を固定しているため、水が引いた後浮いた土台は元の位置からずれることなく着地するということです。浮かせる発想のヒントになったのは、なんと聖書。もう水害だったらノアの箱舟やん、もう浮かせるしかないじゃないっていう、こう半分投げやりな会話の中で、きっかけがそれだったら浮かせよう、本当に浮かせてみようっていうのが、発想のきっかけだったですね。水害を防ぐのではなく水害と共存するという発想の転換から生まれた栽培方法。子ども用のプールで半年間試行錯誤しながら、吉田さんはおととしおよそ300万円かけて完成させました。完成から1年経った去年8月14日、県内に大雨特別警報が発表され、ハウスにもこれまでの倍以上、およそ30センチの高さまで水が流れ込みました。想定を超える水位で恐る恐るハウスを見に行ったところ、奇跡が。正直この水位だったら浮いてくれなかったらアウトって思ってたので、もう見た瞬間トマト自体は全然普通の状態だったので、本当に嬉しかったですよ。なんと独自の浮かせる対策は成功。苗は全く使っていませんでした。
およそ5センチ浮いたことが分かったといいます。後ろの方はこう蛇行してしまって倒れたりとかするんじゃないだろうかとかいろんなやっぱり心配はあったんですけど、戻ってきた時にはこの状態でまっすぐ降りてたので、今年は栽培を続けることができました。この栽培方法が評価され、現在スマート農業を推進する兵庫県の企業とともに、モンスーンなどで大雨の被害を受けるインドでも実現を目指そうと実証実験が始まっています。何もしてない、時だとやっぱりもう来ないでくれ、降らないでくれって思うことしかできなかったんですけど、対策を打つことでこれをこうしておけばこの辺ぐらいまでは耐えれるとかって、ある程度のその自分の力でも抗うようなあのことができるので、まあ、気を引き締めながら大雨と共存するっていう言い方はおかしいかもしれないですけど、あのこの変化に対応できるようなあの栽培を続けていきたいなと思います。